はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回プレイしていくのもプレキスプリッツ2015になります。今日からドラゴンズとの3連戦ですね。山本と杉内の投げ合い、早速始めていきましょう。9回最年長選手と言っていいですね、山本真さん。ストレート139キロ、シュート、スライダー、カーブ、代名詞といえるスクリュー、まあ、この辺りが持ち球になってますね。今日はキャッチャー阿部、先発でマスクかぶってますね。スタメンマスクは阿部。前回の DeNA 戦では、まあ、1戦目、2戦目でホームラン打てて、まあ、バッティングの調子としてはかなり上向きにはなってきているので、まあ、その流れを、ね、立たないようにきっちりと結果を残していきたい。セ・リーグ交流戦、中日ドラゴンズ対読売ジャイアンツの18回戦です。解説は小宮山悟さん、西井とつ。まず1回の表、ツーアウトランナーなしで、高橋由伸と第1打席目です。さあそして高橋、この打席でホームランを放てば今シーズン、ちょっと凛々しいな山本真の顔が。初球打ち、よしよしよし、これはあら、これで10試合連続安打、ツーアウトランナー1塁、打順は4番、そして阿部、昨日は見事なホームランを放ちました。ヒットでランナーを一塁に置いています。さあ2球目は何か、打ちました、痛烈な打球、いやー打ち損じてくれて助かりましたね。うん、そうですね。これが4球目、バッテリー後がなくなってきました。ボールそうですね、バッターを、ね、意識しすぎたかもしれません。これフルカウントになりましたね。打ちました、これはどうだ、センターに抜けました、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、三塁へ送球する、これはいい走塁しました。これで7試合連続安打、ツーアウトランナー三塁一塁、そして5番、ドラゴンズ先制のピンチです。やはり先取点を取られると相手に主導権がいきますから、ここはしのいでおきたいですね。なるほど、そうですね、まあ、そしてこのバッターは逆方向にも打球が伸びてくるので配球には注意が必要ですね。バッターボックスの長野、今シーズンの得点圏打率は2割、いい当たり、セカンド取った、当たりは良かったですけど、セカンド正面ということで1回の表は0点に抑えられてます。変わってドラゴンズの攻撃ですね。1回の表、荒木からの攻撃ですね。先発は杉内、バッターは荒木、昨日のゲームはマルチアンダーを記録しています。ワンボールからの第2球目、相手を0点に抑えて、これはショート坂本が抑えてますね。アウト、ワンアウト、まあ、両軍無難な立ち上がりをしていますが、ジャイアンツが2点を先制してます。2回3回と1点ずつ取って2対0で2点リード。打順は3番、高橋、まあ、ここはさっき打たれたカーブの使い方には注意したいですね。なるほど、さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。1球目はスライダー、内角低めに外れてます。第2球はうわーストレートか、やっぱり山本真のストレートはだいぶ遅くなってますね。130キロ、低めの変化球は決まりません。このやっぱりストレートを待って狙って打つっていうのが一番確率が高そうですけど、アウトロー、空振り、2ストライク2ボールの追い込んでいます。振り遅れてるな、やっぱりスクリューとか遅い変化球の後の変化球が低めに外れます。ストレート134キロでも早く感じてしまいますね。これはどうかな、入るか入るか、あー入らない、フェンスダイレクトか、カーブですね。バッターランナーは二塁到達、打った瞬間はちょっと微妙かなと思ったんですけど、結構伸びてくれました。この感じで攻撃の流れを切っていきたいですね。そうか、高橋に変わってますね。山本もさ、そんなに打たれてるって感じはなかったんですけど、高橋にスイッチしてますね。ストレート149キロ、スライダー、フォーク、スロー、カブが持ち球ですね。
速球中心、決め球もストレート方向。もうこれストレートで待つしかないですよ。まずはそ大のス事なト場面で力が入ったでしょうか。42キロです。バッター有利なカウントになりました。このフォークはちょっと打ちづらいボールでした。豪快なスイング。これはどうかな。大島が掴んで3アウトです。当たりは悪くなかったんですけどね。さっきのカーブを打ったボールよりもミートできた感じはしたんですが、センターの大飛球に前の打席を渡す。打席には3番バッター高橋で、祖父江ですね。ピッチャー変わってます。センターフライに倒れています。2アウトになっています。バッターこれは1、2塁間を破る。逆転されてますけど、これで3安打猛打賞。これで2アウトランナー2塁1塁、チャンスが広がってますね。2アウトランナー2塁1塁、3点ビハインドだけど1点も取れなかったか。8回の表の攻撃は2点返してその差3点。ノーアウトランナー1塁ですね。今日3安打してます高橋由伸です。ピッチャー変わってます。福井当たったかな確か。ストレート速いボール持ってますね。158キロのストレート持ってます。まずはインコース、まずは厳しいところに狙いたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。インハイ決まります。155キロのストレートがないかと高めですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。フォークボールになります。さあ4球目は何か。追い込まれて最後はストレート141キロ空振り三振です。お1が同点のチャンス。2アウトランナー2塁。さあそしてバッター岩瀬ですね。岩瀬とまともに対戦するの久しぶりな気がする。ストレートは145キロ、シュート、スライダー、そしてナックル、スクリューですね。まあ岩瀬といえばスライダーのイメージがすごく強いんですけど、このデータを見るとシュート、ストレート、スクリューもあるんですね。ただ1打同点という場面ですからヒット狙いでいきましょう。まずはスライダー、まず初球しっかりと見極めました。ちょっと甘いストレートだったように思うんですが見逃し、見送ってボール。さて西さん、この高橋対左ピッチャーはどうなんでしょう。すごく左ピッチャーが左という印象はないですね。うわー最後はライダー掴んでアウト。かなりきっちりミートできたんですけど、一打同点のピンチでしたが見事守りきりました。試合を制したのは中日ドラゴンズです。岩瀬もヒヤッとした当たりだったと思うんですけどね。セカンド正面の当たりになりました。残念。ただジャイアンツのホームランめちゃくちゃ打ってますね。坂本、村田、阿部、片岡、4本ホームラン打って7点か。ヒットの数ではドラゴンズ上回ってますね。ただ今日3安打してる原監督からもう1本あそこの同点の場面で打てないやって言われるのはちょっと厳しい采配だな。厳しい采配というか厳しい評価ですね。さあ第2戦になります。八木と菅野、ここでちょっと疲れを抜いときましょうか。アシストントさん呼んで、まずはたこ焼き職人さん呼びましょう。あかねちゃん、いいでしょ。八木相手ですね。ヤギとも何度も対戦してますから、もう球種は頭に完全に入ってるんで、あとは失投が来た時に確実に打てるかどうか。昨日の試合ではまあいわゆる失投、まあ、甘いボールはあったものの、いわゆる本当に ピッチャーが投げた瞬間びっくりマークがつくような失投っていうのはね、
前の試合はなかったので、あれですけども、もしね、失投が来たら確実にホームラン、最低でもヒット名打てるようには古屋ドームには大し観てい衆かが詰ないめかけていと、ます。このあと打率、打点、ホームランもね、まだホームラン王もまだ安心できるっていう数字ではないですからね。さあ、そして高橋、この打席でホームランを放てば今シーズン40本。さあ、最第初は1球変は化球カーブできかまらし入ってた。きました。ツー西アウトさん、ランナーこなのし、1回高の橋、表。どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあ、そうですね。状ス況ラにイよっダーてです変わね、りま第す2球が、は。もともとはボールを見極めるタイプで、フルスイングが身上の強う打だっわ。たんですね。そうですか。速いボールで来るはずだ。インサイド変化変球化外れ球でますす。ね。スライダー2球、カーブ2球。2イン2から第5球目かな。打ちました、エルこれナンデはエス。ルナンデス。ナイスフィールディ一ング。塁アウトで、スリーアウトチェンジです。一塁ノルノに送ってスリーアウト。そして、ドラゴンズの1回の表は打順荒の木組みで立てすというのね。は難しい。ジャイアンツは菅野から、菅野荒木がが先打発で席に入ります。す。キャッチャーは阿部。さあ、ジャイアンツはエースが登板ということになります。さあ、そのエースをドラゴンズ打線がどう打ち崩していくか、これで非常に楽3しみボールです。2ストライクのフルカウントになりました。荒木をどう攻めるか。打ちました、ファウルになります。またファウル。粘ってますね。打ちました、ああ、このこ当たれりはどうか、はアンダーレソンフトがライ抑えナーましたね。掴んで、当たりは良かったように見えました。さあ、そして3回の表、ジャイアンツが1点先制してます。きっとこれ誰かさホーて、ムラ小ン打宮ってます山さん、ね。ここはどういうピッチングをすればいいでしょうか。まあ、そうですね、早いカウントから打ってくるタイプではないですから、ストライク先行でいいですね。なるほど、そうですか。カーボブールがです来たらか、狙っていきたいと思ボいール先行です。あファれウルはにな逆りまのす。ボールでしたね。このボールがね、甘ボいールとですころに来か、たら打っはていい。きたいんですけど、ボールになってます。これ、打った、これもいっこれ入っただろた、伸びていく、よっしゃ入った、ー、狙い通しだっホームランが出た、ました。これは嬉これしい。で2者連続のホームラン。低めのボール、しっかりと確かに引っ張られ低た当めたのりを難しいボールだったんてですしけまいど、ましそた。の前カーブの残像が残ってたんで、十そのま分ま警打つ戒こはとがしでていきたまはずした。ですが、ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミングが合ってましたからね。この序盤戦、さらにリードを奪われます。よしよしよし、いい感じですね。そして大量得点を取って、ただまだ八木が投げてますか。前の回ビッ3グ番イバッニング作タってますけど、ー高まだ橋、八木が投げてます。前の打席はカーブをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。なるほど、この打席逆のに曲ポイがンるトスになキりルそうでですね。ね。そしてさっき外へおの話カーしたブは外カーれブ、ました。これはスこのライ球ダーはです外ね。れています。低めに次変が化4球は球攻め目。てくる八木。低め。次が5球目。まあ、ファウこれルにスなキりルまです。すね。ここまで全球低めに変化球。打ちました。これセカもンスドクがリューとですね。アウト、ツーアウト。小宮山さん。そしてここでピッチャーが変わってます。バッターボックスは3田番島に変わっ高てます橋。ね。ちょっと田島のデータ確認させてくださいます。ストレート153キロ持ってますか。スライダーシュートにスプリット、まあ、落ちる球も右にも左にも曲がるボール持ってますね、田島は。傾向としては速球中心、決め球、ストレート、ストレートを待ちましょうか。これですね、153キロのストレート。確かにちょっと打ちづらそうな感じです。バッターボックスの高橋、どういうバッターなんでしょうか。どこに投げても大きいのを打たれそうな投手から。うわ、アウトコース、これはキャッチャーフライか。掘って、あー、ごめんなさい。ワンアウトランナー一塁となりました。
して回は進んで8回の表ですね。バッターボックス高橋、ピッチャー又吉に変わってますね。ちょっと又吉もごめんなさい、ちょこちょこ確認させてもらってて申し訳ないんですが確認しましょう。ストレート151キロにスライダー、キレ A、 コントロール T か。シンカーも持ってるんですね。またよし、やっぱり打ちづらいピッチャーです、はい、まずは146キロのストレート内角に外れて、このスライダーはキレがありますね。これが3球目、シンカー惜しいですね。4球目は何で来るか。まっすぐできました。2ボール2ストライクです。最後も147キロのストレートに空振り三振。試合はそのままジャイアンツが勝ってます。これで、残念ながらドラゴンズ敗れてしまいました。西さん、やはり今日は相手がエースだった。勝利か、ちょっと遅いですね。ドラゴンズの3連戦の最終戦になります。小山と野村の投げ合いですね。野村、前回も野村とは対戦してるのでまだそのイメージっていうのは残ってるんで、早い回できっちりと結果を出しておけば、マルチ安打猛打賞狙えるかな、まあ、そんなピッチャーですね。球種が確か落ちるボールと、あと変化球1個ぐらいしかなかったんで、まあ、打ちやすいというか、待ちやすいというか、来た球に対応しやすいというか、そんな感じですね。名古屋ドームです。セリーグ公式戦、中日。まず1回の表、高橋由伸の第1打席目はノーアウトランナーなしです。打点ランキングはエルトレットにちょっと広げられて畠山に迫られてますね。マウンド上のピッチャー野村、ルーキーながら1軍の仲間入りをしています。いや、小宮山さん、緊張感漂ってますね。プレッシャーはあると思うんですけど早く落ち着きたいですよね。初球ストレート打って、ピッチャーゴロですね。3アウトです。初球打ってしまった。そして小山の立ち上がりはどうかというところで、強いチームという荒木ですね。バッターは荒木。今シーズンここまでホームランは1本、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。この打球はフライになっています。亀井が抑えますね。亀井が抑えています。ワンナウそしてドラゴンズが1点先制して4回の表、高橋由伸の第2打席が回ってきたという場面。ツーアウトランナー、あ、ごめんなさい、ノーアウトランナー1塁です。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。うわ、このスライダーは甘いボールだったな。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。うん、そうですか。ほぼ真ん中に来たボールでした。さあ、バッテリーどう組み立ててくるのか。さあ、3球目は何か。どうかな、これは。ファールゾーン、これは追いつきそうだ。失投だったんだけど、ファールグラウンドで掴んでもったいないな。ワンナウトランナー、失投仕留められませんでした。投手戦になってますね。その取りを1点も取れず、高橋、先ほどの打席はファールフライに倒れています。野村、まずはわあ、これも失投だったのに。今日の先発ピッチャーはドラゴンズが、ちょっと失投をうまく仕留められない。これずだとね、野村を助けちゃいますよね。もう一回回ってくるでしょう。ツーアウトランナー二塁、ピッチャーまた
野村が、いや、福谷に変わってる、福谷、福谷、さあランナーを得点圏に背負っています。まあ、ここを抑えることで勝利はぐっと近づきますから、ここは抑えないといけませんね。うわ、150キロのストレート、ね、バッターの高橋、今シーズン得点圏での打率はどうだ。この打球は大きいぞ、ボール際切れました。入っていれば同点というところでした。うわ、モテモテだ。セカンドが抑えた、一塁アウトで3アウト。全然ダメでした。これは何だろう、カーブかな。もう回ってこないですね。ヒットは9本打ったんですが完封されてますね。ドラゴンズが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。はい、というわけで、今回ドラゴンズとの3連戦ですね、お届けしてきました。まあ、1勝2敗と巻き越してしまったものの、マジック自体を23まで減らしてますんで、この調子で頑張っていきたいと思います。というわけで今回はここまで。